ありますね。そうですね。この映ってるいいですかね、はい、佐藤達也候補が隣にいましたけれども、はい、さあ誰が出てくるでしょうか。放送席、そしてバファローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはプロ通算150セーブを挙げられました松井裕俊投手です。まずは節目の数字に到達しました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。今日のピッチングをまずは振り返っていただけますか。そうですね、本当にいい形で巡ってきたセーブの機会だったので、必ず抑えて勝ちにつなげようと思いました。今シーズンはイーグルス戦で一度悔しい思いもしていたと思います。そのあたりはいかがでしたか。そうですね、まあやったりやられたりの世界なんで、今度はやり返してやるという気持ちは今日はありました。そして改めてになりますが、プロ通算150セーブ、2012年の5月6日オリックス戦から上げて積み重ねてきた150の数字です。オリックスのユニフォームを着て達成しました。そうですね、クローザーとして、ずっとバファローズで使い続けてもらっているので、こうやって記録を達成して少し恩返しできたかなと思います。また明日以降もゲームが続いていきます。松井投手自身の次の目標をぜひ教えてください。そうですね、まあ、次のセーブを取れるようにまた今日からしっかり準備して備えたいと思います。では遅くまで残ってくれたファンにメッセージをお願いします。これからも一生懸命チームの勝ちを守れるように一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローはプロ通算150セーブ達成松井裕俊投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。プロ10年目、松井裕俊、節目の150セーブ達成しました、はい、松井投手というとですね、社会人東芝でプレーをしていたんですけど、はい、同じ時期に社会人でプレーをしていた選手野手がですね、はい、松井投手、東芝の松井投手をものすごく得意にしたんですよ。得意にしたそのバッターが、はい、でその野手が同じ時期にプロ入りして松井投手の対戦があったんですけど、はいはい、全く打てなくなったと言ってました。それはもうプロに入ってから全然変わったんですかね、はい、なんかねそのマルヒ、はい、まあ、癖なのかなんか分からない、そういうのを持ってたんです。あ、なるほど。その野手がですね、はいはいはい、で松井投手の癖を知ってて社会人時代は結構打ってたんですけど、なるほど、ね、もうプロに入ったらすっかりその癖がなくなってた、治ってましたって言ってましたね。やっぱりこうプロはそういうとこ見ますからね、お前出てるぞと、癖があるぞと、それのアドバイスもあったかもしれないですよね、はい、いやそういうところがね、もう本当に松井投手のすごいところ、はい、まあ、ボールもすごいんだけれども、そういうところもきっちりも自分で修正して、はい、やってるところという話を聞いたことあります。いやいいピッチャーというのは投げるだけではないですからね、そういうところも気にしてるんですね。その松井投手が節目の150セーブということになりました、はい、まあ、今日はあの山岡ね、今シーズンの2勝目ということになりまして、はいはい、そして、ルーキーが決勝ホームランということになりました、はい、バファローズ